大阪府でも昨日新規感染者が3764人と増加傾向が続いています。コロナとインフルエンザが同時に流行する可能性があると、発熱外来で完全に受け切れるかというと、これは困難になってきます。吉村知事は第8波とインフルエンザの同時流行を懸念しています。大阪東心斎橋の小畑クリニックでは、インフルエンザとコロナの対応を同時に行っています。今朝、大阪市内にある発熱外来を訪ねると、院長が急増する感染者の対応に追われていました。先生、今日の混雑状況いかがですか？めちゃくちゃやな、なんか急に忙しなったな。今日はだから午前中はもう予約があって、午後も全部予約埋まった状況になっちゃう。この病院ではこの時期見分けることが難しい新型コロナとインフルエンザの検査を同時に行っています。インフルとコロナの抗原キットっていうのは全く別のものなんですか？一応別のものやけど同時にできるんです。ワクチンの接種に訪れる人も大勢います。中には新型コロナとインフルエンザのワクチンを同時に接種する人も。インフルエンザ、こっちインフルエンザ、こっちコロナ、こっちどっちからします？こっちコロナ、コロナから行きましょうか。まず左腕にコロナワクチン。これがインフルエンザですね。そして右腕にインフルエンザワクチンを接種しました。実際打ってみていかがでしたか？なんともないですよ。そんだけ医学が進んでるからいいんじゃん。小畑院長は今シーズンインフルエンザに感染する人の年齢層に明らかな傾向があると話します。もう若い人です。とりあえず20歳代です。手洗いとかはあんまりせない世代を中心にインフルエンザがすごい流行ってるから、そういうところからだんだん広がってくるんちゃうかなと思ってるんですけどね。今シーズン大阪府内の小中高幼稚園でインフルエンザによる学級閉鎖は15校、学年閉鎖は2校と大阪が全国で最も多い数となっています。大阪市城東区にある全校生徒およそ800人のすみれ中学校。これまで大規模なクラスターは起きていませんが、冬本番を迎えるにあたり懸念があるといいます。昨年までだったらインフルに対する意識っていうのはほとんどなかったんですけど、やっぱりインフルに対する意識も持っておかないといけないなと思うんですけど。寒くなるこれからの時期に備え、感染リスクを少しでも減らそうと対策を凝らしています。このように立てることによって、この中で食事を。こちらのデスクガードはコロナ禍以降すべての生徒に配られました。そして室内の換気も重要です。これからの時期、開け忘れっていうのも出てくる可能性はゼロじゃないので、そこのところはまた意識づけを徹底していきたいなと思います。さらに寒くなると億劫になってしまいがちなのが手洗い。でこれが液体石鹸で、これの減りが冬になると遅いかなっていうふうに思いますので、そういったところをちょっと見ながら手洗いの奨励をしていきたいなと思います。この学校では授業での合唱を中止しているほか、感染拡大に備えていつでもオンライン授業に切り替えられるよう準備するなど、少しでもリスクを減らす努力をしています。新たな対策をというよりは、これまで通りの対策をどう徹底していくか、その対策を徹底するためにどれだけ意識を持ち続けられるか。コロナ禍で迎える3度目の冬、今回はコロナとインフルエンザ2つの敵と戦うことになりそうです。